こんにちは。作家の中村浩二と言います。サンアギャラリーさんの方で、11月14日から、11月25日に、個展を開催させていただいております。今回の作品なんですが、いつもは比較的シルバーだけで、作品を展開していますけれども、今回はシルバーの地金に、執行釉薬を施したものを作品に、展開してみました。普通の執行焼きだと、皆さんお分かりになるか分からないんですが、水で執行の釉薬を練ったりするんですけれども、私の場合は粉の状態のまま、表面に付着させるやり方を今回やっておりまして、いつもとはちょっと違う作品を見ていただけるんじゃないかなと思います。もしお時間があったらご覧ください。こちらは、私が、作品を作るようになってから、ジュエリーの作品を作るようになってから本当に初期の頃から作り始めている、モチーフをそのまま、20年間やってきたものなんですが、でも少しずつ実は進化をしていまして、性別も男女に分かれたりとか、あとはモチーフに花を持たせてるとか、いろんなちっちゃいことなんですけれども工夫があって、そういうのを探してもらえたらとても嬉しいです。